ございます。おはようございます。パクヤベです。眠いです。ここが三つ葉です。あ、こっちかね。階段から登って、こちらではお湯が出ます。もう幸せですね。で、生ゴミはこの中にね入れて、燃えるゴミなども、使用量に全部含まれてます。あと缶とか瓶とかね、プラゴミとかね。あちらが受付の場所で、ちょっとミミカのミミカ族のね、普通の道の途中、ちょっと細いので注意していただいて、でお手洗い。これはね、女性用のスカート。広がってるのとか女の子だと思ってください。めっちゃ綺麗。これがヒュッて縮まってるのが男性、女の子はスカートみたいになってる。あら、男性の方もちゃんとこの同じ感じですね。失礼しました。じゃあ今日はこれから雨予報なのでダッシュで片付けです。よいしょ、片付け片付け。あれ、閉店ですか。ああ、おじさんまた来たん。もう閉店。閉店やん。もうすぐ雨降るから早く帰った方がいいよ。わかりました。もう土砂降りやで。すいません。うん、どこ帰るん。どっか違う人の家行ってくるわ。あ、そうなん。気つけてな、土砂降りやで。うん、ほな、さよなら。また来よった、あいつなあ。ここが A1、A2、我が家が A3、A4、A5、A6 とちょっとコンパクトで、今日は誰もいないのでね、ちょっと撮影させていただいてます。ちょっと下のサイトはここのサイトのようですね。で、あそこがね、後でちょっと見に行きますが、サウナです。ね、ちょっと見させていただきます。お疲れ様でした。雨が降り出したので、降り出しそうだったので、ダッシュでぐちゃぐちゃに、ぐちゃぐちゃです。とりあえずカップラーメン。はーい、食べたよ。あいよ、食べたよ。あ、もう食べてる。そうね。
雨が降ってきちゃいましたね。ここが昨日ね、ちょっとだけ映した。で、ここがエコステーションゴミ捨て場です。じゃあ分別しようか。 OK、 分別と燃えるゴミと、もうそこ、あ、本当だ、ここに最後返してください。で、シャワー室で、シャワー室で、で、ここね、化粧室、パウダールーム、女の子、まあ、ドライヤーもあたりです。あ、ちょっと、うん、そうそう、なんか店内、あ、お客さんのトイレもね、ここみたいで、そこからね、来てて、で、そうそう、ここにもなんかお酒器を置いてますね。ちょっとじゃがいももらっちゃったね、うん、ねえ、めっちゃいっぱいなんか作ろう。ここは注意して歩いてください。でもね、来ますからね。ここが廃捨て場ですね。で、そこから中の下の細胞が、本当だ、紐がビーってあって、ふと全てにおいて、なんかね、子供も使えるようにね、ね、うん、トイレの子供さんがね、うん、待ってられたりとか、ね、あ、これはこっち、ここから行くのか。ねえ、ここだけ砂利が入ってる。うん。ね。あ、すごい。あ、出たー。すごいすごい。おお。かわいい。失礼しました。で、サウナやった後はで、お着替えです。では、さようなら、おじさん。靴はここで脱いでください。着替えるところで、サウナ行ってチャポンとして、で、ここでリラックス、コールマン。こことここがサイトだ。3つサイトなのかな。で、あそこが炊事場とトイレかな。どこも電源が、使用料払ったら電源が全部、うん、取れるように整備されています。あ、本当だ、ちっちゃい子はここです。なおじさん、登りますか。
全然でかいよ。ありがとうございます。燃料自分だけ。